エゾライチョウは、キジモクキジカに属する鳥類の一種。競技の山鳥が生息しない北海道では、山鳥の語は通常この鳥を指す。本州の鉱山帯に生息するライチョウとは属が異なり、羽の色は変化しない。英語圏では、冬に白い羽となるライチョウ属の種をトミガン、羽の色を変化させない種は、グラウスと呼び区別される。世界では、スカンジナビア半島から、 朝鮮半島までのユーラシア大陸北部の森林や、サハリンまで広く分布している。エゾライチョウが属するテトラスツ族は、全部3種で、他にセンショウ、非戦省、甘粛省、青海省、雲南省、チベット等の比較的高評高地の森林だけに、生息するミヤマーエゾライチョウ、ボナサスーヤーズウと、北アメリカ北部に生息するエリマキライチョウ、ボナサンベラスがいる。 エゾライチョウは生息域が広くいくつかの亜種に分類されているが、4から11亜種まで分類には諸説ある。ミトコンドリア DNA のハプロタイプなどの分析によると、大陸に生息する系統と北海道に生息する系統との分岐時期は約4万年前と考えられる。また、遺伝的多様性は維持されており、良好な状態で生存し続けていたと考えられる。 宮前ゾライチョウが遺伝的には近縁で、更新予中期、または後期に共通の祖先から分岐したと考えられる。また、エリマキライチョウとは、さらに古く、第三期先進予に分岐したとされている。北海道のみに分布。体重の自由差は、ほとんどなく350から4 0 0ム程度、翌朝1 7トルほどでうずらよりは大きい。全身を土色、茶色。 白色のまだら模様で、足に白い羽毛が生えている。くちばしは黒色。オスは、喉が黒色で底を囲む白線があるが、メスにはこの黒色部はない。エゾライチョウの卵北海道では主に標高200から800メートルのアコウザン体以下の新葉樹人工林に、紅葉樹を交えた、新高根紅林、落葉紅葉樹林に生息する。ただし、カラマツの人工林は好まない。 成長は植物食で樹木の芽、枝、葉、果実、種子などを食べるが、幼鳥の時期は昆虫などの動物質も多くなる。また季節的な移動はほとんど行わない流鳥である。大陸に生息するアシュは10羽以上の群れを形成するが、北海道に生息するアシュの群れは10羽より少ない。オスは3月末頃から縄張りを形成しめすと、つがいを組むが、一夫一妻。 一夫多妻の両方が観察されている。繁殖期は5月で、地上に巣を作り7個程度の卵を産みメスだけが、放卵する。孵化日数は23日程度で孵化後は巣には戻らない。ヒナはメスに保護され成長するが、オスはメスの産卵が終わるとつがいを解消する。幼鳥とメスは秋まで家族群れで過ごす。奇跡雪期は樹上をねぐらとし、 積雪器は雪中に浅い穴を作りねぐらとしている。エゾライチョウは、かつては一般的な野鳥であったが、近年は、狩猟、自然環境の変化などにより、生息数が激減している。しかし、美味であることより狩猟鳥指定から外すことに抵抗があるため、現在でも狩猟鳥である。七面鳥が一般に浸透するまでは、欧米では、 クリスマスの最高のご馳走といえばこの鳥のローストであった。そのため、1920年代から1950年代には、北海道のエゾライチョウは、年間後から6万羽が捕獲され、輸出されていた。近年の減少は、狐による捕食が大きな原因と言われている。山形のリオ、吉野俊行、500沢日丸イコール写真、500沢日の丸、 山形のりおイコール解説、新定日本の鳥553夜の鳥分1、総合出版、2014年、18ページ。ISBN 978から48億2998万4万四千。日本産エゾライチョウ、ボナサボナシアの遺伝的多様性と遺伝子、流動日本長学会誌ボリューム48、ナンバーワンピアニッシモ、47から 60? AB 日本庁学会編集、日本鳥類目録改定第7版、日本庁、学会、2012年、ISBN978 から4から93万975から00から3北海道における、最近のエゾライ上の現象日本庁学会誌、ボリューム48、ナンバー4ピアニッシモ、281から284、テトラスツボナシア。ありがとうございます。